うん、あ、お、お、あら、今のは何が起こったのか全然わからなかったけど、スキル使ったの見て、うん、スキルが全部外しました。ダブルで入れ替わって、ダブルイーで入れ替わって9を2つ当てて A やん。はい、こんにちは。初心者5人でリーグオブレジェンズ始めました。アドバイスなどがあったらコメントで教えてください。自分たちの試合をリプレイで観戦していきます。今回はブラインドピックの試合です。で、チーム構成は、エイトロックス、ダイアナ、ゼド、ジン、マオカイ。相手がカミール、エコー、ベックス、ゼリー、ラックスですね。この試合は初心者がキジバトマンとシャーペンギンしかいないですけど、上手い人がいるんでね、ミッドレーンが上手いんで、ここに集中していこうかなと思ってますよ。ゼドッチ、ゼドッチ対ベックス。なんかさすがにゼドベックスだったらベックスの方がキル当てやすそうだから強そうだな。特に序盤スケールが違うからゼドの方が強そうだけど、後々ウルトが来てからはゼドの方が強そう。あー、ボットフルクリアでエコーそっち行ったんだ。あー、いてー、電撃いてー。お、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 外側に入れたけど、あー、ミニオン分が痛かったー。エコーに襲われてる。あ、死んだな。あー、マオカイナイス、マオカイナイス。お、逆にエコーがイグゾーまで入れたけど、カミールはどうなんですか。ボコされてなかったっけ。カミールボコされてたね、この試合は。カミールは別にそんな極端に相性悪いわけじゃないと思うけどな。あ、キュー外した。あ、外した。あ、フラッシュ、まあいいか、フラッシュ切ったまあいいか、うん、ダブル E、 ダブル EQ、ダブル EQ だともう一発足んないんだよね。電撃は殴んないと。この手裏剣が9ね。で、分身出すのがダブルで、くるって回って周りにこう傷つけるのがいい。ゼロはなんかな、分身を使う系のチャンピオンはだいたい難しいイメージがあるような。ゼロはね、そんな難しくないよ。そうなんだ、うん。で、ダブルが出てる間にもう一回ダブルを押すと入れ替わる場所が。ああ、そうそう。ベックスちゃんがジャングラーさん。あ、そこにワード置かれてたのか。プロリーグ始まったけど結構ベックス使われてるね。ああ、やっぱり強いか、ベックス。強いね。バンされてるのも見たよ。バンされるぐらいには強いんだな。じゃあ試合8分。ちなみにジャングラーはね、7分30秒でレベル6が目標らしいよ。お、いや一応レベル6はクリアかな。クリア多分してた。あ、まずい。ラックスの E はまずいけど、そりゃなった。まあ逃げ切ったね。さあ、いけるか。当たった。どん、ナイス。ダイナ強い。ダイナナのウルト、マジ強い。あ、いじめてる。おお。これがミッドレーナーですよ。ゼドッチが。ここ入ってくんだ。エコー来るの待ってるから。お、来た。お、でもエコーウルト残ってんじゃん。あ、まずいまずいまずい。ギャー、ダイアナさん助けてー。あれらら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 、ららスタ、スタンがしんどい。あー、もう一発。あー、なんか全然違う戦闘をしてる、ここで。のっこい、のっこいしょ。あー、ギャー、認知交換。あれ、あ、性格の悪そうなことしてたけど、
さすがにやめたらしい。あそこで待つの強そうだなと思ったけど、二人一緒に来たら死ぬから、ね、うん、あら今のは何が起こったのか全然わからなかったけど、ウルトでも使ったの？普通にダブル EQ、連撃で終わってる。スキル使ったの見て、うん、キルが全部外しました。ダブルで入れ替わって、ダブル E で入れ替わって Q2 つ当てて A だね。あそれであんなに減るんだ。あ4割近く一気にガッていったもんだ。デックスでもウルトは上がった、ベトも上がっちゃった。どういうことだったんだろう、見えてなかったよね、さすがに今のエコ、うん、見えてないと思うけどな。予想これどうなんだろう、予想だ、嗅覚だけであんなことができたらすごいよな。あ、外したっけ。あ、外した。まあ、まあ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 。ミッドレーンがね、ああしてくれるとね、楽よ。そう、ジャングルです。ジャングルとミッドレーンのこの何連携が大事っていうのがすごいね、よくわかる。うまいミッドレーンとやるとボコせる、2人で。まあ2人ともバースト系だしね、それで一気に削れるような噛み合いが。まあウルトがあるか。あこっちもウルトが、えデドのウルト超威力減った。あおう、あナーフされたんだよねこのパッチで。でデドっちがゼドが全てを回収できるか。ゼドはね、そっから入るんだーって。わざわざダイヤの後ろから回っちゃった。あーら。あらー。あーら。そして Q を外すダイヤナ。ダイヤナってそのスキルアテンとブリンクできんじゃなかったっけ？違うよ。いいがい。2回使えなくなる。あー、なるほど。外しても別に1回は使える。逆に Q のあのマークがついてるのが 2,3 体いれば何回でも使える、うん、便利便利だな便利だな。エイトロのブリンクもあれぐらい距離投げて便利だ。それができるとチートだからな。3キル取ったんだっけ。なんかあ この日はそんなに勝ってるイメージなかったけどな。ラックスが通り魔に。あの手裏剣ダメージ結構出るからな。アンパール。レッドチームのタワーが破壊されました。110%もあるんだ。ウルトより高い。結構探してる。あ、あ、バッタリ。今のはベッド探してたよ。あったりとかして。あ、さすがに。あ、逃げ切った。なんで生きてんだこいつ。絶対死んだと思った。ね。いや、こんだけレンガ勝ってるとオブジェクト取りやすい取りやすい。そうね。うん、しかもミッドレーン寄ってくれるミッドレーンだとさらに。あ、餌がやってきたぞ。あ、あ、逃げて、あ、逃げて。トリマが。しかも、あ、ナイト、なんて、ナイト、ナイトエッジ、なんだ。ナイトエッジ。シールドがあるやつ。シールドがある。ああ、ああ、エコーのウルトいいな。間に合うか、うん、間に合うか。おお。あら、燃やされた。あ、残念、もうワンパンだったのに。こんなことしてたんだ。ちょっとわかんないんだよな。あ、おう、ウルト、ちょっとあれは。あ、おう、どれも。まあ。一交換なら
X がフィアあるから強いね。そうね、やっぱ CC は強いよ、うん、はあ、あ、ダイアナ強え。ダイアナ座ってるから強え。あ、おっと、やっぱりと、あの範囲の、あ、カミールが来た。カミールがダイアナを襲っている。まあさすがに4人で囲まれれば、ゼゾ到着したからもう何もゼゾオブレジェンドが始まった。あ、ウルトのあれで戻ってきたのか、ここまで。お、GG、最後まで見ていただいてありがとうございました。Twitch 生放送しているので、ぜひ見に来てください。ではでは。